さらばだ V3、 あとを頼むぞ。プルトン爆弾は安全な場所で爆発させてやる。ライダーマン、雪上司の最後を見ろ。爆発の衝撃によって特殊アンテナのスイッチが変わり、ライダーマンは消えていく意識の中で V3 の声を受信していた。ライダーマン、よくやってくれた。君は人類を守った。君は英雄だ。俺は君に仮面ライダー4号の名前を送るぞ。ありがとう V3。 ライダーマン、ライダーマンは海に消えた。そして恐怖のデストロンは滅んだ。仮面ライダー4号誕生。その名はライダーマン。おい、デストロンは滅びました。やったな、風見。あ、よくやってくれた。しかし、仲間を失ってしまった。仲間だ。風見、どうしたんだ。彼の名は結城ジョージ。彼は俺と出会って悪を裏切り、人間の自由のために戦うライダーマンとなりました。ライダーマンの正義のために戦っていたのか。ええ、自分を犠牲にして大勢の人々の命を守りました。そしてライダーマンは大空に散りました。だから俺は仮面ライダー4号の名前を許した。風見、仮面ライダーは絶対に死なん。諦めるな。失敗。ああ、仮面ライダーを負けやしない。必ず帰ってきく。一文字先輩。わかりました。俺も聞いてみます。ライダーマン、いや雪上場、ちっと帰ってくる。そうさ、いつかまた会える。いつかまた必ず会えるさ。こうして V3 カーのデストロン壊滅の報告が終わった。ユキ、聞こえてるか。私は勝ったぞ。鎧原子を倒したぞ。これでやっと地球に平和が蘇った。ユキ、お前も密かにどこかで生きてるんだろう。いや、必ず生きてるに違いない。いつの日か帰ってくるんだ。私は君を信じてるぞ。ユキ、待ってるぞ。こうして火災からユキへの通信は終わった。しかし勇気の応答はそこになかった。風見、ありがとう。だが俺はもういいんだ。ライダーマン勇気ジョージは生きていた。爆発によって海に消えた彼はここタヒチの海岸に打ち上げられていた。彼は今部屋の隅に置かれている。ライダーマンマスクからなられた片身からの連絡によって戦いの結末を知った。彼は安堵と葛藤を覚えていた。そして戦いを終えた今、自らの罪を胸に抱いて人知れず生きていくことを決意したのであった。すまない風見。ヘイ、ジョージ、どうしたの。いや、もういいんだ。
じゃあ一緒に遊びましょう。彼女はアンに今勇気な世話になっている漁師の娘であった。ああそうだな、青空の下で遊ばなくちゃ。さあ行くぞ。おいジョージ手伝ってくれんか。はいいですよ。もうジョージ。ごめんごめん、声をかけたのは私が先よ。デートはまだだ。もうジョージ怒らないでくれよな。もういい加減にしないとお父さんに言いつけるぜ。困ったもんだ。さあ仕事仕事。ユウキはカセットアームを人の姿のまま使えるように改良し、それを漁業活動に活用していた。レイさんどうしました。来てくれたかジョージ。重くて引き上げられんのじゃ。なんですって。ちょっといいですか。ダメだ。勇気を加え漁師たちは網を引っ張るも、網は全く重からだった。一体どうなってるんだジョージ。どうにかできんか。わかりました。よしやってみるか。ヘッドアップ、行くぞ。これはなんじゃこの甲羅は。やつの声が聞こえる。まさか。ライダーアーム、いや勇気ジョージ。貴様鎧剣士、お前は踏みすぎか。どうしたんじゃジョージ。デストーン耐熱の直前、自らの危機を察知した鎧剣士は自身の枯れ武者を作り、自らは戦闘員に扮してクルトンのロケットでデストロンを脱出する計画を立てていた。くしくもそのロケットはライダーマンにコントロールを奪われ、鎧剣士はライダーマンと共に海に沈んだのであった。こいつはデストロンの怪物なんだ。デストロン、逃げろ。逃げるんだ、逃げるんだ。無駄なことだ、一人も生かさん。貴様、お前を必ずこの手で倒す。黙れ、よっ行くぞ。やあ、鎧剣士、今日ここで最後の決着をつけてやる。じゃあ面白い、じわじわ楽しんで殺してやる。うるさい、お前こそ今日が最後だ。死ねえ。無駄なこと。やっ、こら、うぬら、貴様をじわじわと殺してやる。ライガーマンめ、来い、ザリガーナ。貴様は死刑だ、死ね。パワーアーム、やっ、全然通じない。俺のボディにそんなものが通じるか。今日こそ貴様を殺す。俺は諦めんぞ。行くぞ。うわあ、しまった。手を離すな。くそ、どうすればいい。どうした。そんな姿でどう生きてゆく。人思いに死ね。俺に何ができる。俺は人類を、子供たちをこの腕で守れ。冗談はよせ。逃げ道もなく、また助けに来る者もない。狂ったか。俺はいる。人間として仮面大して
死んでたまるか。殴り殺しにしてやる。かなわない。一か八か。ミサイル発射。この連隊ガーマンめ。ライダーマンはベルトからスタイル攻撃を行った。このスタイル攻撃こそライダーマンの最強の武器なのだ。しかしその破壊力は富士山を吹き飛ばすことであり、東京でのデストロとの戦いでは使用することができなかった。俺は仮面ライダー4号だ。片身仮面ライダー4号の名確かに受け取ったぞ。行くぞ。ゴノリ、一体どうなってんだ。どこだよ。姿を見せろ。ライダーマンはミサイル攻撃によって発生した煙からライダーマンを見つけることができなかった。ファイヤーマン。どうだ。入れたら会いたかったぜ。次はこいつだ。おい、アーマン。やあ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 。うん。これならどうだ。どうぞアーム。俺の鼓動にそんなものが通じるか。いや、それでいい。マシンガンアーム。うん、よせ、それはよせ。やめろ、危ない。ファイヤーアームによって熱せられた体は柔らかくなっており、そこに森アームで傷をつけ、さらにそこにドリルアームで攻撃することで一発のみだが、ダリラアナの強固なボディに穴が開いていた。今ライダーマンはその穴にマシンガンアームを打ち込もうとしていた。うわライダーマンの最強の武器はスタイル攻撃である。しかし最大の武器はその透明な布の女なのだ。どうだ。負けた。だがお前は自ら死の道を選んだのだ。それでもいい。俺はこの手で、俺の目の前で苦しむ人を食えなら、行くぞ。鎧剣水バーアーム。これで終わりだ。うわー。ライダーマン、だがいずれゴッドバキ様を殺す。さらばだ。みんな、やった。やったぞ。敵鎧元帥を倒したライダーマン。彼は今自らの右腕を改造し、自らを犠牲にした阿部、平山、片桐に勝利の雄たけびを送った。そして数日後、行くのか同時。ええ、いつでも帰ってこい。ありがとうございました。元気でな。じゃあまたね。俺は4号ライダーマン。